はい、ワンマンこうワイティクでございます。本日はですね、例のレーダーの再検証しようかなと思ってます。今ね、ブライトンさんから新しいレーダーが出てるんですけども、まあ、その以前はこのガーミンのレーダーで、それから少し経ってからこちらマージンのレーダーが出たわけなんですね。で、僕はこちら両方比較する動画を過去に出したわけなんですけども、まあ、はっきり言いますと、このガーミンのレーダーの性能がものすごく精度が良くて、で、こちらのマージンの、ね、レーダーはちょっと精度的に、うん、どうなんだろうというような、動画を出しました。で、こちらマージンのね、ファームウェアのアップデートしたらものすごく精度が上がったんですよ。で、上がった直後にもう本当にむちゃくちゃ軽く検証したら、これはなかなかいけるんじゃねってなったので、今回本格的に再検証しようと思います。で、もしこれが本当にこのガーミンレベルで使えるんだったら、値段ははるかに安いんですよ。で、最近になってさらに、本体価格を値下げしたんですよね。多分ブライトンさんのレーダーに対抗するために値下げをしたと思うんですよ。ただ、精度的に問題があるんだったらね、いくらその安くなったからといってこちらを使うのかっていうと、まあね、疑問が残るわけなんですけども、もし精度が良くなっていたら、これは選択肢の一つに入るんではないかと思います。ということで、今からこちらを再検証しようと思います。いい感じに反応してますね。はい、次が来ました。あ、拾ってるね。2台来てますね。2台。あー、ちゃんと計測してますね。反応してる。いい感じ。あ、もう1台。はい、来て。さらに後ろにもう1台来ましたね。で、これが、あ、反応してますね。さらにもう1台。あ、後ろ反応してますね。さらにもう1台。あ、2台反応してるわ。あ、すごいすごい。結構ちゃんと反応してる。あ、新しく曲がってきました。あ、あれも反応したね。反応してますね。で、その後ろの止まっている車は反応してないと。まあ、動いてないで当然ですよね。その辺誤認をしてないっていうことになりますね。で、動き出したんで反応したと。あ、すごいな。ただ2台、あ、2台ちゃんと拾ってるわ。こんなに重なってんのに。あ、すごい。で、自転車来てますね。あれは反応、あ、してる。ちゃんと自転車、あ、でも消えたな。あ、ついたり消えたりしてますね。まあ自転車はね、ぶっちゃけ反応しづらいんですよ。表面積が少ないんでね、まあ誤認するのもまあ無理ないかなと。一応ガーミンの方はね、反応してたんですけども、まあ一応こちらも反応全くしてなかった、無反応ではなかったので、はい、ということでね、このマージンの L508 ファームウェアアップデートをしてから今先ほど検証してきたんですけども、結論から言って使えます。ガーミンほどの精度はないかなとは思うんですけども、全然問題なく使えるレベルに仕上がっていると思います。多少のゴーストは拾います。ゴーストっていうのは物がないのに、警告を知らしてね、いますよというのを、まあ、僕の中ではゴーストと呼んでいるんですけども、ガーミンもね、ぶっちゃけゴースト拾うとき拾うんですよ。車が来てないのにね、ピーピーピーとサイコンが鳴らして、今接近してますよ。あ、でも来てなかったわってすぐ、グリーンになって何もなかったとなるんですけども、こちらの L508 も、まあ正直言うてゴーストの拾う率はちょっとガーミンに比べると高いかなっていう気がします。けどゴーストはね、特に問題ないんですよ。っていうのも、来てないけど来てると知らせてくれる分にはこっちが身構えるだけで済むんですよね。で、一番問題なのは実際車が来てるのに最高に表示されない。それが一番困るんですよ。で、
僕がこの前回使っていた時、そのこの L508 はそういった着てるにもかかわらず着てないっていうような、表示の方をしていたので、僕は、これどうなんだろうということでね、もうガーミン一択で使ってました。正直なところで、今回ね、ファームウェアアップデートして、で、実際検証しましたけども、そういった車が来ているのに来てないっていうような表現はなくなってます。静止してる場合はね、自分が止まっていて車だけが動いているので、精度が上がりやすいんですけども、まあ、あの後、実際自分が走行しながら試してみたんですけども、確かに車が来てないにもかかわらず、反応することは、まあ、正直言ってありました。けど、来てるのに、反応しなかったっていうことはなかったです。で、結構いい精度で反応してくれてました。実際にその車が重なった状態で2台来てても、2台反応してたりだとか、そういったきちんとした情報を表示するようになりましたね。ただ、まだちょっと懸念点が一つありまして、車の表示がまだちょっといきなりなところが正直なところあります。サイコンのね、この一番下からピロッと出るんじゃなくて4分の1ぐらいからピロッと出たりとかっていうような感じですね。直線距離なのに、いきなりこう出てきたりっていうのは、正直言うてありますけども、まあ4分の1程度だったら後方100メートルぐらいの距離なんですよ。なので、実際、使う分には特に問題はないと思います。こういきなりね、もう真後ろに来てから鳴らしたりだとかって、そこまでひどいことはないです。後方140メートル先ではなく、まあ100メートルぐらいで反応するときが、時々あったりはしました。で、今値段がだいぶ下がっておりまして、多分3社 のレーダーですね、ブライトンとダーミンとこの、マージンの L508 の中では多分一番最安値がこれだと思います。まあ、あと数千円出せばブライトンが買えるよっていうような状況ではあるっちゃあるんですけども、まあ僕はこれも全然問題ないと思います。今なら全然おすすめできます。ただまあ僕もブライトン使ってないので、実際ブライトンの方をね使ってみて3社でちょっと比べたいなと。で、多分3社で比べてる人ってまだいないと思うんですよ。ということでね、まあちょっと近々フォロワーさんから借りてね、ブライトンのレーダーを。で、まあ3社でしかちょっと比較してみたいなとは思います。はい。ということでね、本日はこのマージンの L508。ファームウェアアップデートをしたことにより、だいぶ使えるようになったというお話でございました。はい。ではね、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。